Please welcome, ladies and gentlemen, Honda Keisuke 選手です。どうぞ。特にみんなことスコアちゃんと見てるからって言ってましたからね。本田選手2本目皆さん、今日3つのメッセージを、用意してあります。1つ目、大きな夢を持ってください。何でもいいです。サッカー選手になりたい。どこかの会社の社長になりたい。学校の先生になりたい。料理を作る先生になりたい。何でもいいです。ただ、できるだけ大きな夢を持ってください。これが一つ目。二つ目。その夢を毎日意識して考えて生活してください。この二つ目がなかなかできません。ここにいる大人の皆さんもできません。自分の目標、夢、ある人はそれを今日から意識して考えて、そのために何をすればいいのか自問自答してください。忘れないこと、夢を忘れないこと、これが2つ目。最後3つ目、決して諦めないこと、これが一番大事です。本田選手もみんなが好きな、例えばメッシもクリスチャン・ロナウドもいっぱい失敗しています。うまくいかないことがいっぱいあります。みんなはうまくいってるところだけを見てるんです。うまくいかない、今日いっぱい失敗しましたね。ドリブルでゆっくりいったとミスはなかった。でも帰りスピードを上げてみたらミス出たよね。ミス出ていいんです。ちょっとずつ減らしていく。でもできるようになるまで諦めないことが大事。夢を持つこと、それに集中すること、そして何度失敗しても諦めないこと、そうすれば必ず皆さんは素晴らしい大人になります。今日はあくまでも何でも言いましたけど、きっかけでしかないです。このホンダマジックは1週間で切れます。1週間後、みんなが今言ったことを自分で本当にそうなりたいんだと思って自分で守り続けていかないといけない。いいですか。簡単なことじゃないですけど、みんなにできます。夢があればできます。応援してます。僕も自分の夢に向かって頑張るんで、共に頑張りましょう。いいですか。はい、以上です。じゃあ行こう。一コースの方向かって、そのまままっすぐ進んでいこう。1列、1列、1列。
はい、終わっちゃい、こっち。